アメリカとかフランスだとやり返してから死にやれっていう人がちょっと多いんですけど。で、ただ、その、まあ、自殺する人が年間今1万人ぐらいいるのかなもうちょっと増えたんだっけこの中で。で、その1万人ぐらいの中には、その1万分の1ぐらいで、どうせだったら何人か殺してから死のうっていう人が出てきちゃうっていう。で、それが定期的に現れるよねっていうのなので、なのでその社会が閉塞していって嫌な思いをするっていうので、その、まあ、 その、まあ、いじめを見て見ぬふりをする人って世の中結構いらっしゃると思うんですけど、その、いじめを見て見ぬふりをした場合に、まあ、その人がかわいそうで嫌な思いをして自殺したとしても知ったこっちゃないよっていう状態で多分いじめを見て見ぬふりしてると思うんですけど、そういう人の見て見ぬふりをしていくと、社会に対して牙をむいてくることがあるよっていうのは、もうちょっと皆さん理解した方がいいと思うんですよね。